そんな、救えなかった。手術は失敗。この日、私は自分のアイデンティティを失ってしまった。今日は町内会の会議があるから遅くなるわね。また？私は立川夢乃、小学3年生だ。町内会の会議か。ママ、私も行ってみたい。遊びじゃないのよ。いいじゃん、連れてってよ。ママは週に3回は町内会の会議に行っている。そんなに行くのだから、よほど楽しいものに違いない。つまらないと思うし、家にいた方が。大丈夫、おとなしくしてるから。そこまで言うなら。ママに惜しかった私は町内会議についていくことに。それじゃあ次は来期の町内会冊子のデザインについて決めましょう。はーい。会議ではミキちゃんママがテキパキと話を進めていて、やっぱり楽しそうだった。だけど表紙の色はやっぱりピンクがいいわよね。イラストの花はやっぱり桜で決まりね。それってそんなに大事かな。私は話の内容に違和感を抱いた。あんまりこだわらなくてもいいところに時間を使っていたんだ。あれは青がいい。お花じゃなくてお姫様がいい。さらについてきた子供たちが好きかって言うから、話はなかなかまとまらない。すると立川さんはどう思う？私ですか？しびれを切らしたミキちゃんママはずっと黙っていたママに話を振ったんだ。それよりゴミ。何言ってるの？教師の色にゴミ色ってこと？意味わかんないんだけど。だけどママの話はうまく伝わらなかった。ママ、私はわかったよ。ママは冊子のデザインを細かく議論するより、最近ゴミ捨て場が溢れてしまっている問題を話し合った方がいい、そう言いたかったんだ。いや、なんでもないです。あっさ。ママ、私は一生懸命考えながら口下手なママと会話をするけど、他の人がそうするのは確かに難しいと思う。だからいつもママの意見は分かってもらえないんだ。夢乃ちゃんママって何言ってるか分かんないよね。そんなことないよ。翌日学校に行くと、ミキちゃんが昨日のことを笑ってきた。ママはゴミ捨て場の問題を解決しようとしていたんだもん。ゴミ捨て場？そんなことどうでもいいでしょう。私はママがよっぽどみんなより大事な話をしようと思っていたと必死に訴えるけど、やっぱり分かってもらえない。親子揃って町内会で大事なことも分かってないんだね。表紙のデザインがそんなに大事なことなの？変人扱いされ、私は胸が痛んだ。それだけじゃなくて、そんなんだから町内旅行にも誘われないんだよ。旅行？驚きの事実を知ってしまった。なんと町内会メンバーでリゾート地に行く予定らしい。初耳だった私はさらにショックを受けたんだ。町内旅行でみんな海に行くんだって。私も行きたかった。そうだったの？放課後ママに旅行のことを話したけど、なぜか特にショックを受けている様子はない。でも夢の、本当に行きたい？え？あ、そっか。あの町内会メンバーで行きたいのかってママは聞いてるんだ。確かに海には行きたいけど、あの人たちとって考えたら。そうよね。ママの意図を汲み取った私から旅行に行きたいという気持ちはすぐに消えた。しかしそれから一週間後のこと。あなたたち感謝しなさいよ。はあ。私とママは空港に来ていた。行く予定ではなかった町内旅行に出発するために。人数合わせでしか人の役に立てないだろうから、わざわざ誘ってあげたのよ。ママ優しい。欠席者が出て、私たちは急遽呼ばれたんだ。ママは断るつもりだったらしいけど、ミキちゃんママに押し切られてしまったという。はい、私の荷物持って。なんで？自分のものは自分で持たなくちゃ。ミキちゃんの荷物を持つ義理はない、そう思って断ろうとしていると。うちの子は心臓が弱いのよ、それでも断るの？ひどい。え？ボスママの一言でなんだか私が悪いような雰囲気になってしまった。わかった、持つよ。ありがとう。心臓が弱いなんて初めて聞いたけど。重い。お菓子と服がたくさん入ってるからね。心臓が弱いならもう少し減らせばいいのに。それから私はミキちゃんの荷物を受け取り、飛び立つ瞬間は心臓がヒューってなって楽しいよね。でもあまりはしゃいだらダメよ。飛行機に搭乗した。その間ミキちゃん親子はハイテンションで、浮いた浮いた。心臓がヒュンって危ないんじゃ。あまりのはしゃぎっぷりに
やっぱり私は持病のことが信じられなかった。はあ、ようやく静かになった。ちょっとお手洗いに行ってくるね。数分後、飛行機が無事離陸して揺れも落ち着いた頃には散々騒いでいたミキちゃん親子も静かになっていた。気のせい気のせい、きっと気圧の影響だよ。飛行機が飛び立った瞬間、私は心臓が痛んだ。でもそれは持病とは何も関係ないと思っていたんだけど、どうしよう、お昼に薬飲むの忘れてた。私は生命の危機ともいえる重大なミスをしていたことに気がついたの。夢のちゃんに荷物を待たせたせいで、なんで気がつかなかったんだろう。だけどきっと大丈夫。飛行機から降りた後に飲めば問題ないよね。どうしたの？少し顔色が悪いわよ。心配しないで、ママ。夢のちゃんたちの話がたまらなさすぎて酔っただけだから。私たちが原因なの？とんだ言いがかりに思わず突っ込まずにはいられなかった。だけどミキちゃんの様子はいつもとは違うようで。本当に大丈夫なのよね？うん、大丈夫。かなり具合が悪そうに見える。酔っているだけならいいけれど、持病が本当で異変が起きたのではないかと私はかなり心配になった。次の瞬間、ミキ大丈夫？ミキちゃん？ミキちゃんは心臓を抑えて苦しみ出した。もしかして薬を飲み忘れたの？薬は？きっと風邪薬を飲み忘れたのとはわけが違うんだろう。異常なミキちゃんの苦しみ方を見て私はそう思った。そんな、きっと心不全を起こしたんだわ。どうしましたか？娘が苦しみ出して心臓に持病を抱えているんです。え、お客様の中にお医者様はいませんか？お願いします、娘を助けてください。そしてやってきた CA さんは乗客に呼びかけた。緊迫した雰囲気に息が詰まる。そんな、このままじゃミキは。ミキちゃんの命が危ない。だけどどんなに呼びかけても名乗りを上げる人はいなかったの。あなた CA でしょ、応急処置くらいできるはずよ。金ならいくらでも払うわ。落ち着いてください。この状況で落ち着いてなんかいられないわ。あ、私じゃ無理です、専門的な医療知識はないんですから。なんでよ。ミキちゃんのママは見たことないほど取り乱している。当然だ、大事な娘のミキちゃんがこんなに苦しんでいるんだから。どこでもいいから近くの病院に着陸して。ヘリじゃないですよ、滑走路が整備されている場所じゃないと。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。この時機体は上空1万キロに達していて、地点は海のど真ん中。もはやどうすることもできなかった。ミキ、しっかりして。そんな、ミキちゃん。ミキちゃんママの叫び声とざわつく乗客たちで機内は大パニック状態だ。その時、私が見ます。ママ全員ミキちゃんから離れてください。お手洗いから帰ってきたママが突然自分が見ると言い出したんだ。ママらしくない発言に私は驚いた。あ、あんたみたいな無能に何ができるの、どっか行ってちょうだい。当然ミキちゃんのママは拒否した。だけど心臓外科医の私の指示に従って。え、ママが心臓外科医に？ママは驚きの真実を口にした。そのはっきりとした口ぶりはいつものママからは想像がつかない。心臓外科医って本当なの？嘘ついてどうするのよ、いいから離れて。知らなかった。ママは手際よくミキちゃんの体を支え状態を確認する。しかし、ミキちゃん、しっかりして。ミキちゃん、ミキ、生きてない。ミキちゃんは心肺停止の状態になり、まさに一刻を争う事態に陥ってしまった。グラグラ言っている時間はない、邪魔をしないで。 CA さん、機内にある人工呼吸器、それに AED を持ってきてください。わかりました。そこからママは豹変したように心臓マッサージを開始し、テキパキと指示を出していく。人工呼吸器と AED 持ってきました。ありがとうございます。では AED を展開してください。はい。ミキちゃんママ、夢のミキちゃんに声をかけてあげて。ミキ大丈夫、絶対に助かるからね。ママがきっと助けてくれるよ、だから頑張って。それからママは AED の装置をミキちゃんの体に取り付けた。体に触れないように、みんな下がって。頑張れミキちゃん。もう私のすぐ目の前で命を落とさせたりはしない。何が何でもこの子を助けてみせる。ミキ、お願い戻ってきて。私は AED と心肺蘇生を交互に繰り返し、ミキちゃんの表情の変化を1ミリも見逃すまいと必死だった。
それと、ミキ、ミキが息をしてるわ。よかった。ママすごい、すごいよ。はあ、私の願いは届いたのだ。だけどまだ安心はできない。心肺停止時間は約5分。引き続き酸素吸入を継続します。私変わります。お願いします。こうして私たちはその後も処置を続け。あんたは神速の立川か。久しぶりだな。朝霧先生、お久しぶりです。地上へと到着し、私の役目は終了した。その時、思わぬ再会を果たした私は。ママ、神速って何？夢のには話すべきよね。さすがにこれまで封印してきた過去を娘に話すことにしたの。実はメス、私は四方大学の医学部を卒業し、心臓外科医として働いていた。仕事だけが生きがいで、これまでこなした手術は数えきれない。さすがだな、凄腕心臓外科医の名は伊達じゃないようだ。そんな、私なんてまだまだです。次第に誰よりも的確で早い手術を行う心臓外科医と、医療業界では噂になるほどに成長できたの。でもそんな、救えなかった。結婚をして夢の出産後、復帰後の手術で私は命を救えなかった。腕が落ちていたのよ。この時のトラウマが一向に消えず、私はずっと苦しんだ。まあまあ、はいはい、公園行こうね。それから私は医者を辞め、平凡な主婦として暮らしてきたの。そうだったんだ。黙っていてごめんなさい。トラウマだったから、あまり自分から話したくなかったの。初めて聞いたママの過去は、今のママからは全く想像できないものだった。手術は無事成功だ。やったー、ミキちゃん、よかった。その後、病院に運ばれたミキちゃんは危機を脱することができたんだ。本当にありがとうございます。あれだけ適切な処置が行われていたからな。ママってすごい人だったんだ。私はママのことをとっても誇らしく思った。1週間後。前日は本当にありがとうございました。あと、今まで失礼なこと言ってすみません。いつも悪く言ってごめんなさい。夢のちゃんママは私の命の恩人だよ。ミキちゃんたちはママに謝ってくれた。すっかり心を入れ替えたみたい。でも、あれだけはっきりと喋れるのに、どうして普段は口下手なの？そうだよ、私だってあんなママ初めて見た。それはね。砂糖の売り場は、もともと仕事一筋だった私はコミュニケーションが苦手だったんだけど、縫合が完了、心臓再開し、正常な拍動の確認をお願いします。手術の時はスイッチが入り喋れるようになるの。要は大役を任されたら饒舌になるってことね。それなら今日の議長をお願いできるかしら。え、ママならできるよ。するとどういうわけか、議長を任される羽目になってしまった。まず、この町内会における生ゴミの割合が前年同期比 150% になっている件です。そこで各家庭にコンポストを用意して肥料にし、共同畑で撒くという案はいかがでしょうか。ナイスアイデア。生まれ変わったママの手で、この町内会も大改革が行われるかもしれない。私はそう期待している。